お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイトオールブレイカーを紹介していきたいなと思います。こちらがですね、まあ、直近約3日間のグラチャレで一番勝率がね高いデッキとなっております。というわけで僕メガナイトオールブレイカーめちゃくちゃ好きでよくね紹介するんですけども、このプリンスの枠がね結構有能だったり、まあ、ミニペックだったりするのでそこはね、任せるんですけども、こうプリンスだとねまあ、ゴレだったりジャイだったり結構メガナイトだったり、まあ、そういったリクデッキね結構強くなるようなイメージがあります。あとメガナイトプリンス、これ強いですよね。なんかリク単体に特化してる単体に強いプリンスと、まあ、複数系小物に強いメガナイトで、まあ、メガナイトプリンスの形を作るだけで、まあ、強いよねというような、形となってます。さあやっていきます。でハンターの枠はマスケでもよくて、山岳の枠はコウモリでも、いいのかな。でヤナメの枠はタルババとかゴブリンとかいろいろあるイメージですね。まあ、でこのデッキが今ね一番強かったっぽいので今日これでやっていくんですけども、まあ、ヤナアメザップっていうのがねちょっといいですね。こうヤナアメなことによってちょっと対空少ないんですけどもラバンにも戦えるようになりますし、まあ、スケドラとかもねこうヤナアメザップ、マジアチャもヤナアメザップとかで結構対応できますので、ヤナアメだけとかまあ、そういうんではなくて、ヤナメプラスザップだったり、雪玉だったりがセットなことによって、ちょっとね、強いですよねっていう。さあ、今回相手はデリバリーマジアチャのタルババ?なんだこれは。で、ムートもいましたね。ムートマジアチャデリバリーってちょっとわかんないんですけど。いや、結構わかんねえな。暇すぎてヤナメ打ちます。いや、マジでわかんねえ。あ、まあ、陸の神器デッキとかは結構ありそうだな。今んとこも神器デッキでしかないっすね。マジアチャハン、あー相手なんか、ムートが縛ってんな。これ三角だけでいけるかな。いや、で、まあまあ一発ぐらい許します。なんだ?まあまあ、プリンス勝つにしましょうか。相手は陸、これムートも、檻も冴えたんで。いや、これ端前めがないといきてえな、これ。これ行ったら絶対きついでしょ。さっきマジアチャは見たけど、それ以外はもう小物全部ヤナアメでぶっ飛ばしたい。なんだこれ。いや、デリだがみたいなとこない?さあ、いやー、ごぼうりが強えが、いや、いける。いや、プリンスが残ってる。しかもこれ、さては、いや、タゲが間に合い。これ僕のディガがもっと良ければ、タワーがね、ミリ残りプリンスを殴らずに、あれですね、多分ディガーを殴ってたのでプリンスがねカツンカツン入ってた気がしないこともない。うわー、さあロイホグ、ここはまあ程よく許容してカウンターにねつなげていきましょう。さあからの、まあ、ディガーでいいかな。マジアチャがちょっと厄介ですが、ヤナアメザップ打つかどうかぐらいかな。ゴボウリがめり込む、まあ、これはメガナイトで踏めそうだな。後ろからサンガゴ流しつつの端前マジアちゃんもワンチャンスね。なので、ちょっと角度を変えつつの、よいしょ!さすがに来ない。これちょっともう先に、あ、待って!うわ、やばい!待って!そんなことある?そんなことある?いや、これやばいな。僕、相手ロイフグってこと忘れて、普通にメガナイト裂いちゃったんですけど。いや、耐えてはいる。よし、さ、間に合う。のディガー削りだな。で、相手さ、デリバリーだったよな。デリバリーか。いや、でも D がめっちゃ入ってる。これ、端前溶かしそうだな。よし。で、ちょっとこれは、一回ウォールブレイカーで防衛の構えからの、ヤザップかな。さすがにヤザ打っていい気がする。で、メガナイトあれば、耐えれると思うんですよ。大体クエイクなので、いや、これでも、射抜かれそうだな。射抜かれそうだな。出すしかないからの、これをデリ使ったな。え、これ買ったんじゃね。デリ使ったらもう全てが止まんない。オーケー、ナイス。やなめ最後まあ一回ね、僕が縛ってなんかザップからぶるっていう頭はおかしいというか、普通じゃありえないことが起きちゃって若干ピンチになったというか、まあ、そんな感じの場面もあったんですけども、まあ、ヤンナアメもね、最後いい感じに味を出してましたね。さあよろしく。オールブレイカーセパしつつ、かな。結構まあ万能そうって万能そうですね。ヤンナアメが
嘘は今回ロイジャイ、まあ、ロイジャイも最近多いんですけど、やっぱこのハンタープラスプリンスのちょっと高火力の2枚があるので、なんかカウンターを意識していきたいですね。後ろからユニット出して、端前、これ多分トリトン絶対来ると思うんですよ、僕の予想。はい、はい、来た、こんにちは。で、都会しつつの、かな、いい LSP だな。いや、でも LSP やったら、いや、これ、さすが、グッドゲーム。グッドゲーム GG。これ5か？あ、ザッピーはもうね、コストがないってことになるので、あ、これ逆サイドよかったか。さ、折れたので、ちょっともったいないウォールブレイカーですね。まあ、そんなわけで、相手が諦め、ナイス、グッドゲーム。よし、というわけで、単体プリンスします。本当に、守るのはやめてね。たまに言いません？こう、諦めて、芝ファイボとか、タワーにロケットとか撃ってきた後に、急に防衛するやつ。いや、なんでやねんっていう。まあまあまあ、わかりますよ。ちょっとこう、ね、意地悪したいというか、もうちょっと頑張りたいのもわかるんですけども。よし。さあ、グッドゲームでございましょ。ジャンピーン。いや、メガナイト強いな。間違いなく強い。メガナイトプリンスの形を作るだけで、陸だけだとなかなか止めれないと思うんですよ。こう、メガナイトに強いペッカ出しても、後ろにプリンスいるし、まあ、プリンスに強い複数系のね、スケルトン部隊とか出してもメガナイトいるし、なんならね、メガナイトプリンスの弱点、まあ、そんな空でね、一方的に攻撃されることやんとかね、思うかもしれないですけど、まあ、そこも矢の雨もザップもあるので、もうこの、なんて言うんですか、メガナイトプリンスの矢の雨、もうこの3枚セットがさては超強いっていうね、可能性があります。さあこれ、ケツラバいらっしゃいかな。ドクン。ドクン？いや、メガゴから来るか。これラバルだと思うんですよ。で、ここスケドラカさんがこの2択で、どっちが来るかって感じですね、僕としては。縦の戦士だったら嫌だな。いや、ババでした。で、これはちょっとハンター回ってないので、メガゴが殴ってから、横から殴ります。いや、いい三角です。で、こっちメガナイトで踏んじゃっていい気がするな。ザップ打たれた。で、左に、まあ、メガゴか三角かなんかが、いや、来ないのか。来そうな香りはしてるんですけどね。さあ、程よくウォールブレイカー追加。これザップ打っていい気がするな、なんか。いや、スケドラがミリで。まあまあまあ、ヤザーが今回はでかいのと、まあ、ハンターが、ハンターやばくないですか？今の拡散で400、500ぐらいか。入ってる。いや、これ延命してもよかったかな。まあ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 。で、今は墓石がないターン。ババのターンなので、8枚プリンスは結構ありかな。まあ、ラバ出した瞬間だったらメガゴだけ供与もあるので、サンガゴとかもつけてあげると、相手もね、メガゴだけ供与しにくいのと、あとは5コスババかな、ワンちゃん。さあさあさあ、ババ使った。で、今コストないって感じかな。これディガー飛ばしとった方がよかったのかな。なんかそしたら、溶かせてた気もしないこともないっていう。これは、低めメガでいい気がすんな。メガからの、相手の空ユニットにハンターかな。一応、矢の雨があるので、そうですね、ここで、よしよし。で、メガ5溶かしつつの、ラバーのパピンには、いや、どっちに矢の雨つかないもんな。一応、こっちでいっか。防衛しつつ、よいしょ。で、いや、程よいザップ。メガナイト飛ぶ。いい、ハンターが入る。いやー、これっすね。ハンターが多分めちゃくちゃ強い。で、これ三角出したら多分相手メガゴが出てくるんですよ。で、それをぶっ潰します。よいしょ。で、守れないんで、もう守んないが正解で、かな。で、端前メガナイトして、このメガナイトね、でこれは守れないので、こんな感じに釣ってあげつつ、バルーンだけ押さえて、キング持っていかれないようにして、右のタワーを守るでしょ？いや、いいですね。このハンターが、攻めでも守りでも活躍するのが、めちゃくちゃね、良かった。さあ、グッドゲームでございます。なんかこう、タワーレベル一度、じゃねえな。最近、巻き裂くっていうね、トロゼロからの企画をやってるんですけど、やっとメガナイトを手に入れたんですよ。で、メガナイトめちゃくちゃ強いなと思ってたんですけど、この、なんて言うんですか、普通に、マルチの上位とかでもメガナイト今使われるっていうか、もう普通にね、よく使われるカードなので、個人的にはね、格上にも勝ちやすいですし、ウルトラレアの中で一番強いんじゃねって思ってますね、個人的には。
そう、メガナイト。まあ、使いやすいし、なんか気づけば、こう、事故ってるし、とかね。やっぱ事故を起こすことができるカードってクラランで結構強いんですよ。まあ、それが言ったら、こう、まあ、ゴレデッキとかですね、ダックネとかランバー出して、相手の防衛がこう結構ミスしたりとか、まあ、よくある話だと思うんですけど、まあ、それを起こさせることができるのが、まあ、このメガナイトプリンス。いや、これ、いかつすぎるっすよね、これ。いかつすぎるな。さあ、今回相手はゴレですね。ここは、ムートとライドラってめちゃくちゃいい防衛される。これ、正直僕、キングギドをしたいですね。キングギドしちゃえば結構有利に戦えると思うので、このね、神のディガ。トゥトゥン、ニョキニョキニョキディガーでございます。そしてなんならこのディガーにオールブレイカーを重ねてあげて、タルババだけだとね防衛できないよっていう。これさては僕あのハンターとプリンスがあるので、どっちかだけでゴロを守って、どっちかは攻めで使っていい気がしたので、こんな感じで攻めます。いや、めちゃくちゃいいベビドラだな、これ。やばいな、このベビドラの前にランバー追加とか全然ある気がするんですよね。これ守れ、いや、これ一回ハンター出したらダメな気がしますね。ちょっと待ってからの相手のユニットを待ちます。オッケー、待って、ここでメガナイトは間に合うと思うんですよ。なのでここでランバー、オッケー。さあ、これはいいですね。これなんかね、すぐユニットを出すんじゃなくて、ちょっとね相手のコストとか伺いつつの、これがいいですね。でライドラが来るので、ライドラでね、あのチェーンで多分やられると思うので、ライドラをちょっとね邪魔するようなディガーと見せかけてムートに行っちゃったな。さあ、からの、あ、じゃあトルネも使いたい。やっぱなんとなくザップぐらいしとけばいい感じになりそうな気もしないこともないが、いや、ハンターもう一発。さあ、これなんか怖いね、非常に怖い。逆サイプリンスからの右も削りつつ左もね。さあ、これは正直勝ったんじゃないのか。いや、いいムートだな。あ、待って、やばいかな。ちょっとだけ怖いっすね。これ、この辺で止めちゃいたいな。で、ザップとかまで使っちゃって、この、空かな。いや、これ、ゴレ溶かした方がよかったかな。いや、いいトルネ。いや、ハンター。いや、これ耐えれるな。キング起動してるんですよ。いや、キング起動がばっか強い。で、今回の相手は、こう、ライトニングとかがないデッキなんでね。さあ、まあそんなわけで、このプリンスとかはね、ハンターなことによってゴレとかにもね、非常に勝てるよっていうのが大型ですね。メガナイトオールブレイカーの僕よく使ってる U のコウモリ型は高回転にマジで勝てないんですよ。そう、高回転系にマジで勝てないんですけど、まあ大型ね、に、非常にね勝ちやすくなってるので、ぜひおすすめでございます。 U のコウモリ型とかも楽しいんですけどね、めちゃくちゃこれ両サイに振るみたいなデッキで、これは結構こう真正面からというか、まあ、正面から戦い合うデッキかな。まあ、ゴレとかで相手が組んできた時には、逆サイドをメガナイトプリンスでぶっぱして、相手にめっちゃコスト使わせて、その間にハンターだけで防衛とかもまっすぐあると思うんですけどね。まあ、そんな感じでさ、今回コウモリなのでディガーがどっちかに飛んできそう。まあ、ここは確定のね、この位置ですね。まあ、コウモリで、これ、ワンチャンのナイトが後ろに下がればいいなって思い、後ろにディガーです。ですが、アイゴレミニペ、コウモリってなんだ？アイゴレミニペ、コウモリ？なんか、何っていう、あれかな、インドラのバルーンなのかな。さあ、陸行きを節約、ファイスピ、ファイスピはね、ちょっと嫌ですね。僕、サンガゴもウォールブレイカーも腐っちゃうので、で、今回はどっちに来るだろう。2分の1。そう、こっちでした。からの相手の生き玉。さあ、三角頑張ってますね。ケツメガナイト、いや、バルーンだと思うんですよ、今回絶対。なんか、雰囲気ね。あれ？ハンターミーペアイゴレ、なんだこれ。いや、バルーンっぽいですけどね、正直。正直バルーンっぽいので、ここはね、マジで、ケツハンターじゃなくてメガナイトでいい気がしますね。で、逆サイ来たら、まあ、ハンターぐらい。まあ、ヤナメでいいかな。そうそうそう。で、これミニペ嫌ですね。ミニペなので、まあ、サンガゴ追加もしたいんですけど、ファイスピもいるから、と思いつつね、ここに、オッケー！いや、今のやばくない？反射神経。ミニペがこっちに出たから、逆サイの位置に、出しやすい位置にファイスピ出るよねっていう。いや、でもちょっと一体飛んじゃったな。もうちょっとね、反応速度が速くなれれば、神になれそう。
いやでもこれはハンターとミニペがいるんでなかなかちょっと嫌ですね僕は。うん、いやこれバルーンじゃないのかな、それ以外の可能性がない気がするんですよね個人的に。バルーンがありえないというか、うん、そうですね。でこれディガーとか来んのかな、いや来ない。さあこれ一発はしょうがないですね、一発はしょうがないが、こっからね、はい、カウンター決めていきましょう。これミニペ逆サイに持っていきたいな。よしよしよし、いやミニペ逆サイに、逆サイにこの辺にファイスピ、うん待って、うん、なんか微妙な、世界一微妙なファイスピした。うーん、これはね怖いね。真下にディガー、いやいい位置ですね、耐えてはいるからの逆サイか。うん、ファイスピー、当たんねえのか今の。当たってそうっちゃ当たってそうですが、まあ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 、うーん怖えなこれ。ハンターだけだと完封が結構ねむずいんですよね。ハンター嫌な目で気合で耐えたい。うん、嫌な目って、いやー、ザップいらんかったかな。ファイスピがヤンキーすぎるな。いや、これまだいけますね。うん。このサンガゴが結構もったいない気がするが。よし。いや、ぶっぱっすね。ぶっぱっすよね。こんなのもう。ぶっぱして世界を変えるしかない、僕は。よし。いやワンチャンねえのかな。いや頑張れ頑張れ、メガネと頑張れ、勝つん。うん、これはまあディガーか。うん、そうっすね。いやいい、いやこれあるな、あるな。バルーンの爆破入れなければ、いやバルーンの爆破入れなければって世界一無事。うん、あとはディガーを拾わなきゃいけねえな。ディガー用のサンガゴをなんとなくザップして、うん、やだめ欲しい。なんでやねん、硬すぎやろ、硬すぎやろマジで。ザップ、うんうん、うっ、あ終わったっすね。はい、というわけで最後ね負けた、悔しいな悔しいな。もっとこうハイスピ読み、ザップとヤナメですね、もっとそこを狙ってればって感じの試合だったかなと思います。結構ね重量級に対して勝率がね、この方だと上がるので、ぜひね皆さんも試してみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントともよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。